ディープフェザー級5分3ラウンド、ジョイボーイ VS 長倉達直。ただいまより第18試合ディープフェザー級 65.8 キロ5分3ラウンドを行います。アゴナースパイク22、ジョイボーイ。赤コーナー吉田道場、ディープフューチャーキングトーナメント2008年ライト級優勝、長倉達直。なお芹沢圭一。なお、この試合はグラウンド状態での相手への頭部へのキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで執り行われます。ラウンド1、残り時間1分。
ですよ、来てあるんですよ、止まってきてるんで、止まってきてるんで。残り時間30秒、残り時間30秒。残り時間10秒、残り時間10秒。ラウンド終了です。ラウンド勝者、赤コーナー、長倉達郎。ただいまの試合、2ラウンド27秒KO により勝者、長倉達郎。ありがとうございます。ジョイボーイ選手に鮮明な拍手を。そして見事勝利を収めました長倉達郎選手にはJ ホールディングスの勝利者カテナーズを提出されます。そして副賞といたしましてアサヒプロテインドリンクカテナーズを提出されます。KO 勝利を収めました長倉達郎選手に1000万円。